今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを